3月7日、今の花畑の様子です。24列目から。ここは国花園の在庫処分品チューリップ植えてます。少し葉っぱが出てきました。ここは一番最後に植えたところです。この辺は花の咲かない小さいチューリップの球根植えてます。手前は咲くかな。これは新たに買ったチューリップの球根植えてます。まだあんまり芽は出てません。この辺も小さいチューリップの球根です。トンネル、ビニールトンネルの中、釣り鐘草、こちらがプリムラ。結構咲いてます。ちょっと変化が見られます。こちら、ちょっとだけ頭を覗かせたムスカリです。水色ムスカリです。今ちょっとだけ出始めてます。前撮影した時よりはだいぶ葉っぱが伸びてきました。こちらアネモネです。ようやく最後残りの草むしり終わりました。あとは包装シートを貼るのみです。水仙、少しつぼみが伸びてきました。ちょっとだけ10列目、変化が
見られます。こちらプシキニアとかプシキアとかいうやつですが、今日発見しました。花芽がちょこっと出てます。私はプシキアって言ってますけど、なんかあんまりプシキアじゃなくてプシキニアとかなんかいろいろ呼び名があるみたいです。ここは賑やかになってます。手前クロッカスいっぱい咲いてます。ここだけ賑やかですね。はい、ここで一列で A 列と B 列。こちらはビオラ、相変わらず咲いてます。花穂後に育てたので早く咲きました。この上がなでしこテルスター植わってます。で最後 A 列が手前水仙、上の方が花の咲かないチューリップです。今の花畑の様子でした。